今日は人事課長をひっ捕らえて首に縄つけて追及本部の会に出させることになっていますが、人事課長はどこに隠れているの？あれ、そうでしたっけ？しらばっくれるの？不誠実な態度ですね。なんかの間違いじゃないですか？おかしい、おかしい。ブタウンコの安倍は国会で丁寧に嘘をついてごまかすって言ってましたよね。あれ、総理大臣の名前はブタウンコ安倍でしたっけ？今日は総理の名前論争してごまかそうっていう魂胆なんですか？密相もございません。じゃあ今日はもう一匹のブタウンコの昭恵の犯罪を審議しましょう。いいですね。官僚は全員が昭恵を嫌っているんです。昭恵の逮捕を目指して追及を始めますよ。ぜひ追及を進めましょう。